こんにちは、ドルメロチャンネルです。さて今回は一口馬主クラブ解説の第6回目として、東京サラブレッドクラブさんの募集馬全頭を一覧表から詳しく見ていくことにしましょう。今回の東京サラブレッドクラブさんの一覧表には、過去5回のクラブ紹介の表と少し異なる点があります。それはですね、優先祖先の項目を削って、代わりにクラブから発表された動画の評価を追加した点にあります。これはですね、前回のセレクトセールの注目馬を選ぶ際にも用いた方法なんですよね。私は昔から競馬でもですね、パドックを見るのが好きで、そもそも実物も見ないのに他の人に馬を勧めることにちょっと抵抗がある人なんですよね。で、今回もせっかく全頭の動画が揃っているんだし、まずはね、それを見た上で馬を選びたいなと思いまして、どなたも計算で出せる優先祖先についてはね、あえて今回項目から外すことにしました。で、今後もですね、締め切りまでに動画を見られそうなクラブについては、この方法でね、行きたいと思っていますが、次回の視力差についてはね、ちょっとまだ流動的です。またドルメロのね、動画の評価はいらなくて、という方のためにね、今回は月のサイクルの丸×についてもですね、必要な馬の分だけは公表しています。動画をね、見てもちょっと当てにならないなという方は、代わりにね、この月のサイクルも参考にできますんで、どうぞご安心ください。いずれにしろね、一覧表はご自分で最終確認した上でお使いください。さて、一覧表を見る前に、今年のトーサラさんの募集馬全体に関する印象を数字で振り返っておくことにしましょう。比較対象はね、サンデーさん、シャダイさん、G1 さんのね、3クラブになります。まず1番目、今年のトーサラさん募集馬は基礎体力が全体的に大変優秀であること。これはですね、3月の末にアップした動画、マックス活性繁殖牝馬の動向でもですね、少し触れましたが、実際に今回調べてみるとね、マックス活性牝馬の数がトーサラさんに多いというよりは、全体としてですね、体力が平均点以下の馬がすごく少ないというのがね、実情のようです。これは一口クラブを楽しむ会員さんにとってはね、何よりのアドバンテージであって、これだけでもね、今年トーサラさんで出資する価値があろうというものです。それから2番目、配合そのものについてはアウトブリードの割合は各クラブの平均と変わりなし。クロスに関しては特にね、ノーザンダンサーの多さ目立ちますけれども、サンデーのクロスはね、そこまで多くありません。そして3番目、基礎体力や配合の特徴からね、もっといるかなと思った注目馬は全部で5頭、時点も2頭と、やや物足りない数に。これが一番意外だった点ですよね。私自身は、今年のクラブシーンではね、おそらくトーサラさんがダークホース的存在だと思っていた手前、すごくね、期待して調査に入ったんですが、それにしてはね、食い足りなかった。特に時点の馬2頭はですね、動画ではそこそこしか点を上げられないけど、配合面からはね、押しておくかといった感じなんで、実質私の中での注目馬はね、この5頭のみという印象です。確かにね、体力的にはトーサラさんはすごく今年良い年回りだったはずなんですが、どうもそれを生かしきれなかったなというのが正直な感想です。ということでね、お待たせいたしました。早速ね、トーサラさん2020の
全募集場一覧表を見ていきましょう。まずは関東馬の前半、1番から10番までの馬です。動画が良かった馬は、この5頭で、うちこの2頭がですね、月のサイクルが合わず、もう1頭は多重クロスの馬で断念。残った2頭もですね、体格が小さくてね、ちょっと押しまではどうかなと思いましたが、一応ね、そのうち3番のリエンティの19、これだけをね、押すことにしました。この3番はね、馬体さえもう少し大きければね、本当に文句なく押してみたい馬です。また動画の評価が低かった馬は、評価欄にね、私が気になる馬体の箇所をメモしてありますんで、参考にしてみてください。ではね、3番のリエンティ19を血統表でね、ちょっと見てみましょう。リエンティの19は今年マックス活性のね、ディープが優先になって、そのせいもあるのか、馬体はね、ちょっと小さめに出た感じなんですが、動き自体はね、俊敏そのもので、サンデー系の鋭さっていうのはね、十分にありますね。配合的には牝馬ということもありますんで、ボバほどはね、内容をうるさく追求しませんけども、この王道のね、ストームキャットニックス以外にはそう目立った特徴はなくてね、どちらかといえば平凡かもしれません。本馬はね、実物が良くて候補に上がった馬なんで、もしかすると堅実ではあるもののね、コスパ的には見送りの一頭なんでしょうかね。繁殖としてはね、すごく期待できる馬なんですけどね。続いては関東馬の後半、11番から20番までですね。ここは動画がよく見えた馬が2頭しかいなくて、そのうち1頭が月のサイクルが合わないので、自動的にね、注目馬は1頭に絞られました。11番のレッドマジュールの19、これはですね、月のサイクルも疑問なんですが、母の初子でね、サイズがやっぱり小さいんでね、その辺をどう見るかですね。12番のヘブンリークルーズ19、これが次点ですね。血統データがすごく良かったですし、それから今年たくさんいるね、父絆のゼロ化成産駒なんですよね。動画でのこのお腹のラインとね、それからサイズがあんまり大きくないことから、次点までという評価ですね。14番のビーチパラソルの19、これはですね、動画を見る限りかなりのね、個性派に見えたんで、ちょっとね、サイクルも調べましたが、残念ながら合わず。また18番のビジュアルショック19、これはですね、皆さんの動画の印象次第でどうでしょうかという馬ですね。これが次点ですね。本馬はサイクルも合ってると思いますが、私は動画の歩様の速度がね、少し遅いんじゃないかなと思います。ということで、関東馬の後半からは16番のマーブルケーキ19、これをね、注目馬に挙げておきます。この馬もですね、決して馬格の大きな馬ではありませんが、動画を見てね、すぐこのパーツのバランスとかね、大きさがちょうどいいこと、それから歩様にね、全然無理がないことが好印象で、これはね、すんなり候補に入ってきました。品形はこの何といってもね、白毛族のね、一族でね、このファミリーは人気先行かなと思いきや、意外とね、毎年ちゃんと走る子を出しますよね。母父の金亀も、3代前のサンデーもね、ミニマム期なんで、ここの4代前のマックス活性期、トップサイダーの影響からね、これまでの母にのね、白毛ちゃんたちってのはほとんどダート馬になるんですが、本馬は父のね、エピファネイアがマックス活性なんで、芝も走れると思います。
まあダートならねより堅実かもしれませんけども、まずは芝でねデビューさせてみたい夢のある一頭ですよね。続いては関西馬の後半、21番から31番までです。ここにはですね動画の印象がいい馬がたくさんいます。しかしねよくよく一頭ずつ調べてみると、まあ、どこか気になる馬が多くてねとっても残念なんですよね。例えば25番、ビベンシャル19、これはちょっと馬体が小さいしね、月のサイクルも合わない。それから28番、リュズキナ19、これもね、月のサイクルが合わない。30番、レッドメデューサ19、これは基礎体力がね全然ないですね。それから31番、レッドリベールの19、これはサンデーのクロスがね 3×3 とものすごく近いですね。というわけで、意外とねすんなり残ったのが22番のドライブンスノー19と29番レッドファンタジア19の2頭ですね。まずはドライブンスノー19です。この馬をですね動画でパッと見た瞬間ね、ああ面白いディープサンクだなと思いました。ディープの子にしてはねこう背中がギュッと縮まった感じで正方形の箱にねすっぽり収まるフォルム、また3本の足がねソックスのせいもあって、まるで一昔前のね女子高生みたいな雰囲気、とにかく華奢なイメージが全くなくてね、これはもしかしたらストームキャットの影響も相当受けてるんじゃないかというふうに感じます。と言いますかね、本場の4代前ニジンスキー、それから3代前ナシュワン、これがですね間違いなく T 型遺伝子の強い馬というだけでなくて、母ドライブンスノーもね優先自体ももともとはこのニジンスキーへ遡るはずで、本来であればね、本馬ももっとこうスラーッとしたね体型に出ておかしくないんですよね。でもそこがC 型遺伝子のすごいところで、このたとえねストームキャットが優先でなくとも、C 型遺伝子を母に落としているっていうのは間違いなくてですね、それがこうして温められてちゃんと孫の代に出てくる、これがね遺伝子の強さですね。これは優先祖先探しとはまた違った、ね、見方をするべきであって、折を見てね現代の優先祖先の考え方について新たに動画にしたいと思っているんですが、ここがね手塩おじさん時代の配合論と一番違う点でもあるんですよね。一応カタログではね距離適正1008-22というね見立てですが、私は本馬はね桜花賞でも走れる牝馬だと思います。それからもう一頭の注目馬、レッドファンタジア19です。本馬はね今回の動画で唯一の推奨母馬ということもあって、牝馬よりはね配合内容にもこだわりたいところです。彼の配合の一番の長所はね、母父がギリギリゼロ活性であろうということです。最近はねこの配合パターンの馬が重賞に出ることが多くなりましたよね。残念ながらこのゼロ活性でノーザンダンサーのクロスが消えるとか、まあ、そういうねおまけのボーナスはなかったんですが、それにしてもね最新の配合トレンドとしてこの母父がね寝あること無縁であること、これはですねボバならいつも確かめたいポイントですね。本馬はディープ以外の父としてね、母と最初に配合されたハーツ3区なんですが、母系の中ではねこの4代前のフォーントリック、これがマックス活性で強いんで、これまでの3区もね、実は全て母にでした。よって父がね初めてハーツになったからといって配合の方向性っていうのはあまり変わりません。フォーントリック自身はねダートの成績しかないんですが、3区の3代母
このフォーンチャッターもね、そしてフォーントリック自身の優先であるね、ボケもまたフランスの芝系なんで、この系統はね、間違いなく芝適性があります。ただし兄弟たちとですね、唯一違う点として、父からこのハーツのね T 型遺伝子が加わったことで、大柄でね、こうスラーッとした体型に出ましたんで、これはですね、今までの兄弟以上に距離面で融通が効くかもしれませんね。最後に関西馬の後半、32番から42番までです。動画でよく見えたのは3頭で、うち36番のレイナソフィア19と41番ノスタルジア19は、月のサイクルがね合わなかったんですが、2頭ともね血統データが抜群にいいだけにね、すごく惜しいです。特に41番ノスタルジア19はね、ちょっと珍しい父ロゴタイプのゼロ活性産駒で、初子でもねサイズ感上々、まあ、サイクルは別にしてもね、今年の東サラさん一番の大穴じゃないかと今でも思うほどですね、すごく残念です。というわけで注目馬として残ったのが34番パーフェクトジョイ19ですね。ただですね、本馬は何せこのステイゴールド牝馬にルーラーシップですから、気性さえまともならという注意書きがつくのはね、本馬は仕方がないと思います。母はステイゴールドのマックス活性産駒、そしてね母自身は優先がサンデーですから、本馬の優先の方向も日本では理想に近くてね、ぜひ芝でバンバン走ってほしいんですが、実際のこの距離適性に関してはね、その気象面したいかなと思います。動画でも動き自体にねそう不満はないんですが、やっぱりねどことなく落ち着かない雰囲気で、首をキョロキョロね、耳をピクピク動かす頻度がね他の馬に比べて多いかな。それからまあ動画といえばですね、本馬の後ろ足ですね、これを見てもらうと、いわゆるこう外へ外へとね、甲を描くような、そういう歩様が目立つ馬でもあります。ですから気象面と歩様、これにね目をつむれる方であれば、今回の5頭の中ではコスパ的に一番のね一押し候補です。東京サラブレッドクラブ2020一覧表解説、いかがだったでしょうか。ここでまたね、今月の追加動画決定のお知らせをしておきます。7月27日からの週でね、視聴者さんからご希望のあったターファイトクラブさんのね募集場解説をお届けします。その後ね8月3日の週からウィーンさんの解説へと続きます。さあそして次回からはいよいよシルクホースクラブさんの解説が始まります。3回シリーズの予定です。どうぞお楽しみに。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。